しまづけ。除幕お願いいたします。本格的な結婚支援事業に取り組むべきである。栃木未来クラブが、栃木結婚支援センターっていうのを作るんだよ。お相手に求める条件とかを得ています。どう話していいか分かんないっていう人が多いんですけど、一番いいレベルは大人に。そうですね、はい、はい、そうですね。あ、はい、あとは対象がお子様。どうぞこちらにお出かけをいただきまして、登録をし、理想の伴侶に巡り会えるよう最大の支援をしてまいりますので、気軽にお出かけいただきたいと思います。